で買っていきたいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。見てきます。めっちゃリアル。気になってたのがあったのでゲットしました。ということでね、ちょっと時間がないので次に行きたいと思います。買いました。結構ね可愛いのがあったのでちょっと後でこれもね紹介したいと思います。ということで帰ってきました。結構ねたくさん買い物できたのでそちらの方を紹介したいと思います。まずはエトボスです。今回買ったのはこちら、右からモイスチャーライジングローション、保湿化粧水とモイスチャーライジングクリームとモイスチャーライジングセラム美容液ですね。こちらの3点スキンケアで買いました。でパッケージはかなりシンプルで清潔感があるパッケージです。私もともとエトボスのアイセラムとか持ってたんですけど結構それが良くて、動画でも以前紹介したことあるんですが、エトボスのスキンケアはアットコスメの口コミランキングでも結構ね評価高かったので気になってたんですよね。でお店でねちょっとテスターした時にも感想にすごい良さそうだったので買ってみました。でね香りがめっちゃいい香り、すごいいい香りがします。結構さっぱりしてるけどしっかり保湿してくれそうな感じなので使うのすごい楽しみですね。そしてエトボスではもう一つ、こちらエトボスのミネラルアイバームシャンパンアイボリーという目元美容クリームアイカラーです。でこれもねお店で手に取ってみたんですけど、ちょっとハイライトっぽい感じになっていて、クリームハイライトのもうちょっとみずみずしいバージョンみたいな感じになっていて、肌に塗るとかなりツヤっと見せてくれます。そしてちょっと取っただけでかなり伸びもいいので、アイシャドウのベースに仕込んでもいいし、あとハイライトとしても使えるなと思いました。結構油分が多めでねしっとりした感じなので、ファンデーションとかパウダーの上からつけちゃうとよれやすいかなって思ったので、ファンデーションの下に仕込んで塗ってもいいかなと思いました。そしてなんとですね、今回私が購入したルクアのエトボスでこちらのモイスチャーライジングローションとモイスチャーライジングセラム、モイスチャーライジングクリーム、このセットを購入した方限定でミキポンの動画を見たとね買う時に伝えていただくと、なんと 10% オフもしくはクリアソープバーをプレゼントしてくださるそうです。でこちらはなくなり次第終了だそうです。このね3つ購入してぜひねミキポンの動画を見たとね店員さんに伝えてみてください。そして次はこちら、ニックスでの購入品です。まず1つ目はこちら、シュガートリップグリッターボルトです。ですごいパッケージ可愛くってめっちゃ豪華、開けてみるとこんな感じです。こちらはメタルグリッターとそしてグリッタープライマーが入っています。カラーが盛りだくさんでめちゃめちゃ可愛くて、これクリスマスコフレなんですけどプレゼントにも本当にいいなと思って購入しました。そしてもう一つもクリスマスコフレです。こちらランドオブローリーズシャドウパレットです。でこちらのパッケージもすごい可愛くって、さっき紹介したのよりは一回り小ぶりになってるんですが、オープンしてみるとこのようなパレットになっています。結構奇抜なカラーになっているんですが、普段使いもできるし、ちょっと特別な時パーティーに使ったりとか、あとハロウィンだったりとか派手に見せたい時に使えるパレットです。そして次はこちら、メイクアップセッティングスプレーのツヤバージョンとあとマットバージョンのスプレーを買いました。でこういうメイクの上からねフィットさせるスプレーとかっていろんなタイプあると思うんですけど、これは1本 60ml で1296円だったのでちょっと気になって買ってみました。でマットタイプとねツヤタイプがあるのでどっ
っちも試してみたいなと思います。で今回はクリスマスコフレもあったので購入してみたんですが、ニックスは海外ブランドなだけに色味が本当にたくさんあって、店内もすごい広くてね、可愛くて見やすかったです。で商品多いなとはね思ってたんですけど、約1000点ぐらいあるそうです。でニックスって私はプロのメイクアップアーティストさんとかがね使ってたり、あと海外の方が使ってるイメージだったんですが、このミストとかもそうなんですけど、かなりお手頃価格なのでね、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そしてこちらのニックスでもミキポンの動画を見たとね伝えていただくと、税込みで4500円以上お買い上げの方にこちらのジャンボアイペンシルをプレゼントしてくださるそうです。でカラーによっていろんな用途があると思うのでね、本当に使いやすくていいなと思います。そして次はカレードエビーチェというお店です。でここはイタリアのアロエを使ったオーガニックブランドだそうです。で私は初めて見たんですけど、アロエってすごい肌にいいって聞いたことがあって、なんか韓国のアイドルちゃんとかが肌荒れした時とかにアロエを肌につけてるって聞いて、ちょっとアロエ使いたいなとは思ってたんですけど、なかなかアロエを使ったスキンケアに出会うことがなかったのでいいなと思って買ってみました。私が買ったのはこちら、左からアロエベラリッチフェイスローションとアロエベラリッチフェイスミルクです。そしてこちらのアロエベラのピュアジェル、こちらも3つスキンケアです。でこれはエトヴォスよりはかなりさっぱりめなので、メイクする前とかにいいかなと思って買いました。そしてこちらのナトゥラーレボディクリーム NH です。でこれボディクリームなんですけど、テクスチャーはミルクで爽やかな香りで強すぎず、とても使いやすそうだなと思って買いました。そして次はこちら、土佐園のグアバ茶です。でたくさんのねお茶があったんですけど、 100% ね無添加って書いてあって、そしてノンカフェインなので買ってみました。でカレードエビーチェさんでもミキポンの動画を見たとね伝えていただくと、こちらのミニ美容液とミニオイルをプレゼントしてくださるそうです。これもなくなり次第終了なので、ぜひ皆さんね買いに行ってみてください。でこのねカレードエビーチェさんのところにすっごい可愛いキャンドルとかリフューザーがあって、めちゃめちゃ可愛いなって思ったんですけど、ゆっくり時間がある時に買おうかなと思いました。もう本当に時間足りなかったです全然。で他にも可愛いピアスがねとにかくたくさんあって、伊勢丹ブランドコーナーっていうところに売っていた本物のお花を使ったピアスを購入しました。でもどっちも上品でね、すっごい可愛くて気に入っています。そして通りすがりにね見つけて可愛すぎて買ってしまった、こちらのポール&ジョーシスターの来年の手帳です。で中にこんな感じでめっちゃ可愛い、すっごいねポーに似てるんですよこの子。可愛い、こっちにもいて、ここからもね覗いててめちゃめちゃ可愛いです。そしてこちらのバッグも買いました。これは4とはねちょっと違うお顔なんですが、これは4のブラッシングであったりシャンプーシートとか、あと目やにとか爪切りとか入れるやつにしたいと思います。ルクア大阪今回初めて行ってみたんですけど、ベースメイクアップスキンケアとか本当にたくさんのお手頃なねショップが揃っていて、カジュアルコスメのデパートっていう感じですっごい楽しかったです。雑貨も食べ物とかも若者向けでとにかく可愛かったです。気になった方はねぜひ大阪行った時にね寄ってみてください。私もね今回はちょっとバタバタだったんですが、もうルクア大阪に行くためだけに大阪に行きたいっていうぐらい本当に楽しい買い物ができました。ぜひ今回紹介した3点店舗で私のね動画を見たと伝えて、ノビリティねゲットしてみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram のミキポンの自由帳もあるので、そちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。